にちは、グッピーこずえです。グッピーだ。緊急告知、告知を出すの遅れてしまったんですけれども、本日12月13日の関西ローカルなんですけど、読売テレビの朝10時25分から10チャンネルのいろりろという番組に出ております。この番組が教育番組になってまして、で今日もそうなんですけど、来週の12月20日も少し出てるので、今日と来週いろいろという教育番組に出ております。でそのいろりろっていう番組がこのぐらいの子供対象の番組で、いろりろ好きな人はーいこれぐらいもうすっごい気に入ったんですよ。何歳くらいの子供さんに向けた番組なんですけど、もうそれ多いんですけど、キャンプのことをまさかのあんな感じで出るとはって感じなんですけど、出てますのでよかったら見てください。で関西ローカルなんですけど、いろいろ公式の YouTube チャンネルがありまして、そちらでは先行配信されてますので、その配信も下に載せときます。知らないですよ、まだ私が出てることなので、ちょっと今からちょっとサプライズでいろいろを見せてみて、どんな反応するかっていうのをちょっと来週の12月20日の朝10時25分から10チャンネルの読売テレビで出てますので、で地方の方はよかったら下に YouTube チャンネル貼っとくので、そちら見てください。今日さ、いろいろ新しいの入ってるで。私も父親の家族が迎えに来る。まず手に取ってしまったのはタオル。長くて畳むのが難しい。犬をキャンプに行ったことは。ほんまや。ママ落ちるのかな。え？あんまよ。あんまよ。あんまよ。俺誰これ？え、これお兄ちゃん。おぉ、初めての。すごい。何やと思う？いろいろ出たで。なんで？強い。火を大きくしていくんだけど、一つポイントが。行きたかった？焚き火に使う。さっきいつも行ってるから、今度また行けるからいいやん。え？何やと思う？火をつけるための宝物。靴箱。おお、どうだった？ママ楽しかった。うん、よかった。はい、てるー。